皆さんこんにちは、勝俣楓です。今日は静岡県伊東市の小室山公園に来ています。1年を通して季節の花が楽しめる小室山公園では、4月下旬に40種類10万本のツツジが咲き誇り、小室山公園ツツジ鑑賞会が開催されます。赤やピンクの絨毯を敷き詰めたような小室山公園は、この時期にしか見られない特別な光景です。小室山の山頂には話題のビュースポットがあるそうです。前から行ってみたかったんです。今日のイーズ見つけたは、伊東市と熱海市にある気になっていたあの場所へ行ってみます。標高321メートルの小室山の山頂へは、徒歩か一人乗りのリフトで登ることができます。小室山はおよそ1万5000年前の噴火によって、溶岩のしぶきが火口の周りに降り積もってできたスコリア球。山頂には自然な起伏を生かしたループ状の遊歩道、小室山リッチウォーク美空があります。富士山、相模灘、伊豆諸島など雄大な景色が望めます。景色を邪魔しないように地中に潜り込むように作られたカフェ321では、小室山リッチウォーク美空をイメージしたオリジナルドリンクが味わえます。見てください、目の前に広がる海と空をぎゅっと詰め込んだような一杯ですね。いただきます。ヨーグルトの酸味が効いていて、さっぱりしたドリンクけど、しっかりと飲み応えもありますね。美味しいです。ドリンクを飲みながら気になっていたのが、ここはカフェ利用者専用の展望デッキで人気のフォトスポットだそうです。空に続く道のような展望デッキの先へ行くと、気持ちいいですね。小室山の山頂で特別な時間を過ごしました。今度は伊豆高原の高室山にある伊豆ホースカントリーにやってきました。エンデュランスという乗馬競技用の馬を放牧している日本でも数少ない牧場です。競技のライダー育成や大会なども行われる本格的な施設ですが、予約すれば観光客やビジターでも乗馬レッスンやトレッキング、引き馬などの体験ができます。伊豆ホースカントリーの木戸さんにお話を伺います。木戸さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。伊豆高原の山にこんな開けた場所があるのびっくりしたんですけど、ここはどういった施設でしょうか？はい、こちらは馬がいっぱいいる施設、して、観光で来てくださった方に馬に乗っていただくこともできるんですけれども、それ以外にエンデュランスっていう馬の長距離のレースを開催している牧場でもあります。はい、エンデュランス初めて聞きましたけど、人間でいうマラソンのような競技で、馬に人が乗った状態で長い距離のクラスですと160キロという距離を1日で走らなきゃいけない、結構過酷なレースをこちらで開催しております。すごい、この施設で160キロも走れるんですね。そうですね、この山全体がこのコースになっていますので、もう一周全部回ってくると30キロぐらい、それを何周もするっていう結構大変なレースになってます。そうなんですね。もう牧場を見渡す限りいろんな、種類の馬がいるんですけど、特徴とかってあるんですか？品種としては3種類の馬がいるんですけど、アラビアンホースというアラブ種ですね。アラブ種、もともとはアラブ地方の遊牧民が飼っていた馬だそうですけども、体が丈夫で
耐久力があるので、そのエンデュランスの試合にはとっても向いた品種。なるほど。そしてあの競走馬のサラブレッドの先祖にあたる品種でもあります。あとの2種類、与那国馬っていうちっちゃな馬たちですね。これは沖縄の与那国島出身の小柄な馬で、まあ、人懐っこくて可愛い子ですけど、結構パワーがあって大人の方を乗せて走ったりすることもできます。あともう一種類が北海道から来た北海道和種、通称ドサンコって言われている品種がこちらにいます。寒さに耐える我慢強さのある穏やかな馬たちですね。さあではこれから私は引き馬体験をさせていただきます。木田さん、お馬さん、かわいいですね。かわいいですね。この子はベベちゃんと言って、ベベちゃん、種類はドサンコですね。これはドサンコなんですね。せーの、よいしょ、はい、OK です。行ってきます。なんかうまく安定して座るコツとかってあるんですか？そうですね、特に上半身をぐにゃぐにゃにしておく。もう最初はもうこんにゃくぐらいぐにゃぐにゃにしておいていいと思います。いや、今日富士山バッチリ見えますね。今日は特にもう全部見えてます。標高310メートルの高室山からの雄大な景色を眺めながら気軽に乗馬体験ができる伊豆ホースカントリー、おすすめです。国道135号線沿いにある幻博覧会にやってきました。さあこちら、前から看板を見て気になっていたんです。今日は勇気を出して入ってみたいと思います。こんにちは。すごい、コスプレイヤーさんですかね。中に入ると夢か五つか幻か。わーすごい。もともと熱帯植物園だったという広い敷地内に不思議なものがたくさん展示されています。良い子のようなおもちゃ、あー懐かしいゲームがいっぱいあるんですね。あ、すごい。あ、これがここのコーナーの一番の名物ですね。大仏の大きな頭です。ここもさらに抜けていくんですね。あ、階段が続いてます。ここはもう国も時代も様々なものが集まってるんですね。わあ、これすごいですね。何でしょう、みこしらしいです。何でもありの摩訶不思議な世界が続きます。あ、いろんなものがたくさんありますね。月が昭和の時代を通り抜け、今度はタイムスリップするみたいです。ここにもおもちゃがいっぱいありますよ。なんかどこかで見たことがあるようなものもありますね。こんにちは。あのコスプレイヤーの方。はい。館長のセイラちゃんです。館長さんだったんですか？はい、そうなんですよ。そうなんですね、はい、今日ちょっといろいろ見させてもらったんですけど、館長さん、なんでそういう格好されてるんですか？これね、ビシッとした格好してたのは、来られた方が、
建前の話になって緊張しちゃうんで、こんな格好したら笑って気が楽になるじゃないですか。リラックスして見れるという、そういう意味でいいかなということです。あの別にこれ、この服にこだわってるわけではないんです。そうなんですね。あの間抜けな感じの方がいいんで。いやいや、すごいこう、絶対にね、一度お会いしたら忘れられないようなね。まあまあね。そうですよね。かなり圧倒されてきたんですけど、このマモロちゃん博覧会っていうのはどういった施設になるんですか？そうですね。あのみんながここへ来ている現実の社会のあれみんながのね思い出のものを全部集めようっていうところです。ですからその中にはいろんなものありますよね。まあ唯一ダメなのが違法なもの、危険なもの、弱者差別したもの、生もの。それ以外はもう選ばないで全て入れて、選んじゃうと偏ってしまうんで自分の思いとかで全てあの世の中にもう全部入れちゃえっていうことです。はい。博物館いっぱいあるんですけど、それ専門家の関心とかえらい高価なものだとかそういうのばっかり集めるんですよね。それってそういう人たちはいいけども普通の人たちは面白くないし、みんなが着てきた中で思い出になるもの、例えばあのおばあちゃんの部屋にあったガラスケースの人形とか、どこのうちでも思い出になるんですよね。確かにそういうものが本当は大事だと思うんですよ、うん、だけどそういうものってあの売れないからみんな捨てられていっちゃう、うん、だからみんなの一番思い出の大事なものが残らないっていう、それを全部残そうっていう。今までオープンから3倍になりましたけど、もっとこれから10倍100倍とか、あらゆるものを取り込んだら楽しくなると思うんですよね。これからどんどんこの世界が広がっていくんですね。そうですね。すごい。あのそれと整頓しません、うん、あの世の中も整理されてなくてカオスですよね、うん、でこの中もカオスでいいんで、なんとかの部屋とかしたら面白くないんで。確かに。そんな感じですね、はい。じゃあのお客様も今日もたくさんいらっしゃってたと思うんですけど、うんうんうん、お客様こういう作品見てどういうリアクション取られるんですか？最初の頃はですね、ちょっと怖い面もあったんで、まあ、5分間で精神が崩壊するなんてツイッターでバズったりしてたんですけど、もともとそういうところを中心に作ってどんどん広げていっていろんなのが来てますんで、うん、まあ、先ほどその実家に帰った気がするという方もいるし、なんかなんかカオスでわけが分かんないとかいう人もいるし、それはそれでいいんです。あのみんな違わなかったらおかしい。みんなが料理でもみんながうまいっていうのはありえないん でどこに引っかかってもいいし、それ以上に Twitter とかいろいろつながってる人がいたり、何回も10回以上来る人も多いんで、初めから全部友達です。来られた方も Twitter も全部相談に乗ってますし、はい、だから人格のある博物館だと思ってます。素敵。あの箱物じゃなくて、うんうんうん、どんな相談にもできる感じは持ってます。実は今若い人たちの間で幻博覧会はフォトジェニック、いわゆる SNS 映えするスポットとして注目されています。ここに来てくれた人は友達、人との出会いを大切にしたいと語るセイラちゃんの思いがいっぱい詰まった幻博覧会、怖いもの見たさの人も大歓迎だそうですよ。帰る時にはセイラちゃんが旗を振って見送ってくれました。気をつけてお帰りください。